発行人の時間。沖縄手帳発行人の時間。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながら内縄のことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の歳時記について語ります。はい、ぐすよちゅうがなびら、沖縄手帳発行人の前城徳七です。沖縄はとてもいい天気が続いてますけど、本土の方では大型台風が向かっているようですから気をつけてくださいね。ルドルフさんから来てますね。はい、さあこんにちは、沖縄手帳発行人の時間、前城さん、ゆきさん、今日は台風でオンタにて見ております。オンタって何だろう。オンタイムですかね。あ、オンタイム、そういう意味か。ちょっとはい、分からなかった。はい、ありがとうございます。出歩かないで家にいた方がいいと思います。そうそうそう、もう今日はまだ朝の時点では嵐の前のという感じだったみたいですけど、うん、もうどこも休校だったりとかね、なんていうんですか、電車が動かないことがねとか発表されてたんで、はい、今日休みってことですかね。台風の時はね、出歩くのが一番危険なんですよね。いろんなものが飛んできますんで、はい、それにぶつかって怪我すると大変なことになります、はい、何が飛んでくるかわからないですよね、はい、うん、鉄板が飛んでくるし、人間が飛んでくるし、自転車が飛んでくるし、はい、車が飛んでくる場合もありますし、はい、この前の先島の台風ではプレハブの住宅が飛んできたりしてましたから、はい、気をつけましょう、はい、じゃあね、今日はもうラジオ三昧で、はい、ぜひ ね、家にこもって、ね、くださいね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。聞き手は沖縄留学中の FM 技能1田辺由紀です。今日も沖縄を愛する国大使をお送りします。さて、番組を通してマジュン沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の小読み、ターチユキの聞きたいこと、ナイチャーのユキが今さら聞きにくい沖縄の常識を質問するコーナーです。そしてミーチ、メインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.comOKINAWATECHOU@gmail.com。 またユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しています。各局のホームページから見ることができます。そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。気軽にツイートしてください。またサイマル放送もやっています。リッスンラジオで聞くことができます。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。リッスンラジオ無料アプリとなっております。そしてパソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがあります。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです、はい、この番組はマルマサ印刷の提供でお送りします。沖縄手帳発行人の時間。今日の小読み、
沖縄手帳よりうんぬきやびら、私ですか？今日は、あ今日は、はい、どうぞ。たくさんあるんで、あ、4日の方、ゆきさん呼んでもらうかな。4日、はい、今日は9月4日です。9月ですね。そうです、9月です。ちょっと今言いながらびっくりしました、はい、あら、9月ですか。はい、9月4日火曜日です。旧暦は7月25日。今日は戦勝、晴天確率は晴天 77%。 今日の潮回りは小潮。満潮干潮時刻は満潮、この後は午後2時28分で164センチ。干潮はこの後は夜7時50分で124センチです。今日は空巣の日。県酒造組合連合制定、すいません、で1992年中国式庭園復修園オープン。2001年の今日、西原高校なぎなた部全国優勝、はい、という出来事があります、はい。まあ、実はあの今日はね、9月3日の方 の、 あの民族学者折口忍さんの話をしていきたいと思うんですよ。それで9月3日の今日の出来事も取り上げて、私の方で簡単に読んでみたいと思うんですけど、はい、こういう語呂合わせのいい時にはいろんなのが重なるんですよね、うん。9月3日の沖縄の記念日は組の日。琉球の旧に美しいと書いて久米島の呼称、昔の名前らしいんですけど、久米の日で、久米島町が制定した久米島観光振興の日になってる、はい。あと一つが久米踊りの日、これ浦添市が制定してますね。あの国立劇場沖縄、いわゆる久米踊り劇場が浦添市にありますんで、まあ、それを PR しようということで久米踊りの日にしてます。ただこれを見るとね、ちょっと安易すぎるんじゃないかという気がするんですね、うん、9月3日だから組踊りの日としたんでしょうけど、これはちょっと良くないと思うんです。じゃあ何日がいいと思いますか？はい、これはね、私はね、9月9日だと思うんです。 それはですね、あの玉城長君が中国からの殺風使を迎えて、はい、朝陽の縁を開いて、そこで組踊りを披露したっていうのがちゃんと記録に残ってるわけですね、はい。これは旧暦の9月9日なんです、うん。ただもうそれは仕方ないんで、うん、今風に合わせて9月9日にするのは問題はないだろうと思うんですけど、うん、まあそれだけの伝統があるものを語呂合わせでやるっていうのは果たしていかがなもんかなと思っております。どこが浦添、でもこれ浦添市が制定したんですよね。そうです、うん。じゃあ浦添市に意見してみたらいいですかね。意見しないといかんですね。ええ、で、あのついでですけど、うん、国立劇場があるのは東京と大阪と沖縄の3カ所だけなんですよね、はいはい。でそれはなぜかというと、国の重要無形文化財があるかどうかなんですね、はい。沖縄にはこの琉球舞踊とか国踊りっていうのが国の重要無形文化財でありますんで、はい、それを守るために国立劇場が作られたわけですね、はい。大阪の場合は文楽がありますから作られてた、はい。だからその他にないのは、その国の重要無形文化財がないということになっているようなんですね、うん。だから天皇陛下が、金城天皇があの国立劇場沖縄の開会式かな、そのセレモニーにも参加してますけど、そこでも、うん、終身金入りを見たという流歌を歌ってますね、うん。であと一つの琉球もろみ酢の日、これあの青森を使った後に残るもろみでできたやつなんです。それを琉球もろみ酢って呼んでるんですけど、はい、これもなぜ9月3日かというと、あのクエン酸が入ってると、クエン酸、クと酸が入ってるという、これも語呂合わせなんですよね。本当にこれでいいかなと思いながら私は見ております。で明日の空巣の日も9月4日あ今日だな、ごめんなさい、はい、空巣9月4日ということで、もうちょっとあの意義があるような日を選んだのがいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。まあ、語呂合わせだと覚えてもらいやすいというのはあるかもしれないですけどね、はい、深みが作れないわけですね。うん、
だから、ね、はい、あの大事なものには なぜその日なのかっていうのに思いを馳せるような記念碑をぜひ作ってもらいたいなと思います、うん、はい、では あと一つは、はい、これ笑い話かもしれませんけど、ドラえもんの誕生日っていうのがありまして、はい、もう面白いから入れたんですけど2112年なんですね。あ、本当だ、沖縄手帳にドラえもんの誕生日載ってますね、はいはい、つまりドラえもんは未来からやってきたんで、誕生日がまだあと100年近く残先なんですね。まだ生まれてないんですね。生まれてない、はい、うん、タイムマシンでやってきましたんで、うん、ただあの2012年には誕生前100歳記念ということで あちこちでイベントがあったらしいんです、まあ、ついでに言うと草野球の日っていうのも5月3日、これも語呂合わせ、まあ、こういうのはしょうがないかなと思いますけど、文化的な伝統があるものはその根拠をちゃんと押さえた記念日を作っていただきたいと思います。はい、以上、はい、今日の暦のコーナーでした。再放送をお聞きの方は9月9日日曜日です。ゆきの聞きたいこと、ではゆきの聞きたいことコーナーです。最近ですね、個人的にですけれども、ふと中国の領事館が沖縄にないということを知りまして、うんうん、あ、不便だなと、うん、沖縄なんか当然あると思ってたんです、勝手に、うんうん、で沖縄の場合は福岡に行かないといけないです、うんうん、かね、まあ、どこか何しに行くのかっていうのもね、手続き関係ですけど、はい、ある場合は領事館に用事があったら、はい、沖縄にはないので、はい、本土に行かないといけないはずなんですよ、うんうんうん、はいはいはい、ああそうか、不便だなと思って、まあ昔はね、琉球の時は窓口、沖縄が琉球が窓口になってたぐらいなのに、まあ、大変変わった、はい、世が変われば変わるんだなって思ったんですけど、うんうん、まあ、それで、まあ、そういうなんか不便って結構あるのかなって、うんうん、手続きの問題だけですけれどもね、うんうんうん、位置的には沖縄ってすごいアジアの要所にあるじゃないですか、はい、だけどなんか手続きするとなると、わざわざこう本土に行ったりとかが結構あるのかなと思って、うんうん、その点は沖縄の人はどう思ってるんですかね、はい、ちょっと不便、あの便利なのが普通で育ったっていうか、そういう環境だったんで、この不便なところにいる人はどう思うのかなと思って、はい、その辺が聞きたいです、うんうんうん、なかなかあの思いがけない質問だったただあの沖縄と中国は交流も深いし、人もたくさん行き来してるというのは思うんですよね、うんうん、ところが意外や意外で、ゆきさんから昨日質問があって調べてみると、あの沖縄に住んでる外国人というのは1位というのはアメリカ人ですね、はい、これはあの米軍関係者除いてですから、それも入れるともう圧倒的に1位、うん、これあの人口比率見たらあの都道府県で1位なんですね、はいはい、沖縄が、はい、じゃあ中国人は都道府県別に見て何位ぐらいなのかというと、これ私びっくりしましたけど、47都道府県のうちの46位なんです。だから沖縄に住んでる外国人で中国人っていうのは沖縄にとって多いけど、全国的に見ると非常に少ない、うん、中国から見ると少ないってことになるんですね。で韓国人も同じで、あの47県のうちの41位、うん、びっくりでしたね。だ台湾人はね、47都道府県中9位、ですから多い方に入るわけなんです、はい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 、でそう考えて今度は観光客どっかと見ますと、昨年あの外国人観光客が270万ぐらい行ったんですけど、1位はやっぱり台湾人なんですね、80万、で中国人韓国人がそれぞれ54万ぐらい、次に香港人と来るわけです。1位は台湾なんですね、圧倒的です。そう考えると沖縄にある外国高官といいますか、うん、まあ、
アメリカと台湾かなということになっちゃうんですね。で実際にアメリカは総領事館がちゃんとあります。うん、で台湾というのは国交がありませんから、はい、国の大使館というのは置けないわけなんですね。はいはいはい、ただ文化交流協会といいますかな、うん、そういうものがありまして、ちょっと名前正式な名前なんてかな、台北中日経済文化代表所沖縄文書というのがあるらしいんですよ。うん、つまり国の関係は置けないんで、うん、こういう文化経済文化代表所という組織があって、そこの文書が沖縄にありますということで、うん、この2つは、まあ、ちゃんとした政府の機関があるということになるわけなんですね。うん、じゃあ沖縄と中国、今度は沖縄の方から見たらどうかというと、沖縄県の事務所は台北にあったり上海にあったり、うん、香港にあったりシンガポールにあったりして、結構中国にもあるわけですね。はい、だけど沖縄から見ると中国っても近い関係ですけど、向こうから見ると、うん、我々としては残念ながらまだ低いというのかなという感じがあります。で沖縄の人が手続きが便利かどうかというのは何をやるかという人によるんでしょうけど、うん、アジアの国ほとんどが主要国がノービザなんですね。うん、だから入国差しをもらう必要ないんで、うんうん、パスポートを持ってすぐ飛行機に乗ればいいと。うん、そうすると結構中国も含めてアジアや沖縄から飛行機出てますんで、うん、普通の人ではあまり不便を感じないのかなという気がしますね。ただ琉球王国の時は、うん、沖縄は在外公館が2つあったんですね。1つは福建省の福州に琉球館というのを置いてまして、まあ、向こうの名前では十円駅、柔らかい遠くから来た駅とあって、これが琉球王朝の出先館があったわけです。はい、あと1つは薩摩にも琉球館というのが置いてあって、そこも琉球王朝の出先機関だったわけです。うん、で今は、逆に面白いのでは日本政府の大使館が沖縄大使というのが沖縄にあるわけなんですね。国内で日本政府の大使がいるのは大阪と沖縄だけらしいんです。は、日本にあるんですか？日本あるんですよ。はい、どういう意味ですか？あ、はい、やっぱ分かんない、どういう意味ですか？沖縄大使が置かれたのは、うん、実は米軍との窓口なんですよ。ほうほうほう、外務省としての窓口のために全権大使がいると、うん、ところが地元から見るととっても評判が悪くてね、うん、アメリカの方の言うことばっかし聞いて何も聞かないとか、うん、歴代の知事はかえってやりづらいと、うん、前は沖縄から直接米軍に交渉したのに、今は外務省を通せって言って大使が出てくるけど、大使は全く地元の方を見てないというふうなクレームがあるみたいですね。うん、あと大阪大使は大阪経済界との顔つなぎするためにあるらしいんです。なんでですか？わからないね。昔はね、北海道大使とか成田大使もあったらしいんですが、これはなくなったらしいんですよ。はい、北海道は明らかにロシアを意識していたんですよね。これはもうなくなった。だから国内にいるのは沖縄大使と大阪、うん、大阪は経済界とのパイプで、政治的な役割を果たしているのは沖縄大使。残念ながら県民は向いてなくてアメリカしか向いてないという感じなんですね。じゃあ名前がちょっと誤解を呼ぶんじゃないですか？ね、ちゃんとした大使ですよ。うーん、全権大使ですよ。うーん、毎年派遣されていきます。うーん、なるほど。まあ、考えてみればね、これと似てあるのが琉球王朝時代も那覇村に薩摩島津藩の琉球在番奉行というのがあったわけですね。うんうんうん、あれに性格は似てるんじゃないかなという気はしますね。うん、それは分かりますね。うん、はい、だから中国は近くて歴史的にも近いし、いろんな交流もあるけど、今のところまだ中国の人が沖縄にたくさんいるかというと他府県に比べては少ない。はいはいはい、観光客は台湾が多い。でも中国が急激に増えてきてますから、将来的には窓口が必要になることもあるのかなと思ったりしますね。だってスーパーに中国語とか書いてあるのはあれじゃった台湾向けですか？ほとんど台湾です。ああ、そうなんだ。台湾、香港ですね。
台湾人と中国人は見ても見分けがちょっとつかないかな、うん、まあ団体で大声でやってるのは中国人かなと思ったりしますけどね、うん、あの家族連れとかで来てるのは台湾人が多いかなというような印象は持ちますね。そうなんですね、はいはい、まあ、必要性もまだ今のところということもあるし、こちらから近くても中国から見て沖縄が別に近い存在とは言えないっていうことですね、はい、貿易上の取引パイプが増えてくればできる可能性も高いと思いますけどね。うん、今後出てくるかもしれませんね。うん、なるほど。今日は雪の聞きたいことは中国の領事館が沖縄にないことどう思いますかでした。はい、調べた結果そういうことではなかろうかなと思っております。はい、はいはい、ありがとうございました。では一旦 CM です。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。ツイキャスありがとうございます、うん、パンダですさんこんにちは。こんにちは、はい、こんにちは。あとは何か来てますかあ、ローズさんからね、はい、台湾と香港と中国大陸の方はファッションが違いますねって来てますね。ファッション見たら分かるってことですね。うん、そうですね、ちょっと分かります、だいたいね、はい、髪型とかね、はいはい、ヨーロッパに行くとヨーロッパの人はアジア人の区別がつかないけど、うん、我々はまたあのヨーロッパの人来ると区別つかないんだけど、ですよね、同じアジア人同士では大体分かりますね、うん、はい、ではメインコーナーに参りましょうか、はい、ではあ、はい、お送りしていますのは沖縄手帳発行人の前城徳久さんと、聞き手は沖縄留学中の FM 宜野湾ゆきです。FM 小座 FM 那覇でお聞きのぐすーよんゆたさるぐと、メッセージもお待ちしております。アドレスは沖縄手帳@gmail.com 沖縄手帳@gmail.com です。では沖縄の今日の出来事ご紹介しましょう。1953年、民族学者折口信夫没、遺言により沖縄の芭蕉布に包まれ納棺。はい、9月3日の出来事ですね。そうですね、はいはい、あの今日はこれを取り上げていきたいと思います、はい、まあ、民族学者であり国学者であって、かつあの歌人、歌う参加ですね、歌う歌人でもあるあの折口信夫さんが亡くなった日です。あ、とても忍ぶ、私なんて言いましたか、ね、忍ぶって言わなかったですね。言わなかったかな、信夫って言う結構間違えると思いますね。あの忍ぶ、折口信夫、はい、すいません失礼しました。でもね、沖縄の人はね、あの折口信夫っていう人が多いですね。ん、うん、折口信夫、はい、本当は折口らしいんです、ね、あ、折口信夫、はいはい、これ沖縄の人はここ濁音入れるのが当たり前なのかな例えば柳田国よと私は言うんですけど、うん、柳北国をらしいんです。柳北、知らなかったです。でも沖縄はだいたい濁って読む人が多いんで、うん、私も、うん、つい癖で山口信夫、折口信夫と言ったりしてますね。ややこしいどっちでもいいんじゃないかと思ってます
はいはい、で折口忍さんは歌人歌を歌いますんで画号が釈長空というんですね。はで画号が釈長空、はいはい、で命日は長空期というふうにも呼ばれています、はい、その俳句を呼ぶ人は俳号という俳句のペンネームですね、はい、歌人は本名で歌う人も多いらしいんですけど、うん、折口さんの場合は釈長空という名前がありますので、うん、今日は長空期でもあります、うん、あ昨日9月3日は長空期とも呼ばれているという、そうですね、はい、まあ、折口忍はとても大きな巨人といいますか民族学上の巨人なんで非常に、難しいところはあるんですけど、はい、沖縄との関係を中心に説明していくと分かりやすいかなと思いますし、はい、私自身もびっくりするようなことも出てきます、うん、柳田国男は民族学を勉強するようになりましてその先生が柳北国男だったわけですね。で柳北国男が山北国誰がって正しいのは柳田国男、柳田国男さんのに仕えて、で柳田国男から沖縄に民族学やるんだればぜひ沖縄に行ってみなさい、あ折口忍さんがですね、はい、折口忍さんは沖縄に出かけたわけなんです、はいはい、で3回来てます。でその中で山口忍さんの中心的な考えっていうかな、うん、これが沖縄で生まれたってことなんですよ。へー。1回目の旅行はですね大正9年と言いますから1920年にほぼ1ヶ月かけて沖縄本島、まあ、やんばるの阿波とか阿多までねくまなく調査をしてますね、はい、その時に沖縄学の伊波富裕がずっと案内してたようらしいんですけどね。で2度目は3年後、うん、大正12年1923年に来ました。でこの時は本島だけじゃなくて宮古島を経由して八重山に8日間滞在しています。八重山をみっちり調べてるんですね。あ3年後にまた来たんですね、はい、でそこで八重山の郷土歴史家の岸田英純さんとか気象学者といいますかな、うん、風の牛名と言われて沖縄石垣の自然観察をよくした岩崎拓司さんが案内をしまして、うん、はい、石垣市の殿城とか名倉とか白穂とかさらに小浜島とか荒城島なども調査をしてるんですね、うん、でこの時にたまたま旧盆にぶつかりまして、うん、殿城のアンガマっていう、うん、お盆のお祭りですね、うん、それに参加をしてるんですよ、うん、でその他にもたまたまなんだ、はい、赤股黒股とか八重山の、うん、いろんな行事を観察をして、はい、そこでとても大きな直感を得たということらしいんです、はい、で折口はこの旅行の後にね、はい、書いてるのが私は沖縄に渡って島の伝承に実感を催されて、うん、古代日本の姿を見出したと、うん、あ大変な喜びだったと。沖縄に行ってみるとこう自分の物好きの心が勝手に動き出して、時には古代の姿そのまま彷彿させるほど残っているんだと、うん、だから見るもの触るものに全てに対してそういう気持ちが起きたと、うんうん、私の繁昇においてこれほどの喜びに満ちた触発はなかったとまだ書いてあるわけですね。へー。で彼はそこでじゃあ何を見たのかというと、うん、いろいろ見てるんですけど、はい、一番大きなインパクトはこのアンガマらしいんですね、うんうん、沖縄の旧盆の時に各家庭をあの世から来た神様が訪問をしていくわけなんですね。でそのアンガマの祭りを彼はじっと見ているわけですね。で他の祭りの時もそうなんですけど彼は一切メモを取らないらしいんです。片隅に行ってじっと見つめてるらしいです。そしてその踊りの所作とか音楽を聞いてそれが何を訴えているかというのを深く考えるらしいんですよ。で直感的に判断すると言われてまして、これがいわゆる歌人であり芸術家であり、古代人の心を分かるためには直感で分からなきゃいけないというのが彼の持論だったらしいんですよね。でそこで彼が見たのはこのアンガマで出てくる仮面をつけた昔の沖縄とオウナおじさんおばさんというのが
これがいわゆる常世、あの世からやってくる神の姿であるというふうに彼は考えたわけですね。彼はあの、うん、話飛ぶんですが、若い頃にあの三重県和歌山あたりに学生を引き連れて10日ぐらいあの歩き続ける旅行をしてですね、最後に三重県の犬崎岬というのがあるかな、大崎岬だったかな、そういうあの太平洋に突き出した港が、岬がありまして、そこの岬の先頭に立った時に、やっぱりこれ詩人ですからね、この海の遥か向こうの太平洋の遥か向こうにね、母の国があると、でそこに日本人の魂のふるさとがあるんだと彼は直感したらしいんです。でそれを追い求めようと思ったんですね、若い頃。でそれからずっと来て沖縄に来て、沖縄の祭りを見て、あ、ここに日本人の魂のふるさとがあったんだと彼はあの発見したらしいんです。だから彼は、ま、彼のまれびと、あの客人とか言ってまれびとっていうに言ってますよね、あの世からあの別の世界から旅人がやってくると、それは神の前の姿を持ってるというわけですね、まあ、キリスト教の神とか日本の宗教の神、あれ神道の神よりももっと古い起源を持ってるというわけですね。魂のなんていうかな、名前がつかない神様の時からあるんだと。でそれがある時はあの祖霊の形をして訪れるし、ある時は妖怪の形をして訪れるし、である時はあの放浪者ですね、うん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 、の形ではそれが現れると、はい、古事記とかね、放浪芸人の形をして現れるんだと、それを身の上たちは受け入れてお祝いをして、そこであの祝いを、自分たちの繁栄の祝いをして、そこでのこの、まあ、あの世から来た客人に対するあの祈りがあの歌の始まりになったと彼は説くわけですね、うん、でそれを彼は見たと言ってるわけです。沖縄の八重山とかで、はいはい、だから彼はこれは日本の根源の考え方だと、例えばまれびとで、もうどうしようもない落ちぶれた古事記が実はあの偉大な人だったりという、これは日本神話の中の大和朝廷の発祥の大和たけるの御事が、あの天の世界であの悪さをしてですね、追い出されるわけですね、うん、彼は地上に追い出されて古事記のような形をして放浪しながら結局大和朝廷を作っていくわけですね、うん、それは一つの例であって、うん、そういうふうな神様の原型が沖縄にあったんだと、うん、いう喜びを見つけたみたいですね、はあはあ、なんか神様と通じてる、そういう存在はね、通じてるものだなとは私も思ってたんですけど、その前の姿であるっていうことなんですね。そうらしいんですよ、うんうん、だから神と名付く前のもっと古いあの古代人の心だと、うん、だからそれを見るためには頭で理解しちゃダメで、うん、鋭く観察をしてインスピレーションを得なきゃいけないってことらしいんです。はいはい、まあ、それで彼がどういうの音楽を聴いたか分からないんですけど、これに近いような私のイメージではね、あの秀勝のミルクムナリっていうのがありますけどね、これ今英作曲になってますけど、もともとは小浜島の古い歌が元になってると言いますんで、いや、あの折口信夫も小浜島に行ってこの古い歌をもしかしたら聞いたかもしれないと、とてもあの神聖なというかあの不思議な感じのする歌なんで、今、まあ、流行ってる歌であるんですけど聞いてみたいと思います。はい、秀勝のミルクムナリですね。
どこで CM 入れましょうかね。この後に CM 入れます？この折口しのぶさんって終わってよ。終わる。これあのくどちのとこも終わりました。CM？ うん、くどちのとこも、くどちのとこもありました。くどち言ってるとこも過ぎましたかね。この歌が、歌詞が、歌詞がくどち。あ、でもあの、なんか目立ってるとこあるじゃないですか。もう切りました。平田大地に相談して、なんか平田大地がその、はい、くどちを紹介して、ね、という話らしい。今日は沖縄手帳発行人の時間、はい、折口信夫さんが、折口信夫さんが昨日ですね、9月3日が命日ということで、はい、取り上げております、はいはい。ルドルフさんから来てますね。あの折口さんは大阪生まれなんですね、うん、そうです。大阪の南のあたりらしいんですね、うん、だからあの芸能にはものすごく関心があるというかな。で戦前は相当沖縄には沖縄の風俗が残っていたんでしょうかっていうのが来てますね。そうなんですよね。折口とか柳田が沖縄に来て、うん、びっくりしたのはあの既に本土では失われたあの風俗ですね、うん、あの祈り の古い形が沖縄にはまだ残っていたっていうのが彼たちの驚きなんですね。そうですね。私も聞いてその大正時代にすでにじゃあ大阪あたりとか、まあ、日本本土にはそういうのが残ってなかったっていうことなんです。なかったんですよね。で後半ではですね、あの折口さんがどういう人間だったかというところを少し見ていこうと思うんですけど、はい、3回目の沖縄をね、昭和10年1930年に来てます。その時には弟子であり愛人であり後に養子になった藤井春代、春代っていうのはあの春の太陽と書いて春代って言うんです。あ、春美って言うんですけど、この方を同行してます。つまり柳田国男はあの今でいうところの同性愛者だったわけですね。これはもう堂々たる公認の事実だったんですよ。あ、男性なんですね。男性です、うん、女性に対してものすごいあの恐怖感っていうのか、うん、持っていて、女性が手に触る、女性と触れるととってもあの嫌がったという、うん、でその折口春美はですね、太平洋戦争で、あの折口、ああそっか、養子になってるからか、はいはいはい、はいはい、硫黄島の激戦地で死亡してるんですね、うん、で折口信夫は、まあ、67歳で亡くなりまして、その時胃がんだったんですけど、遺体は沖縄の芭蕉布に車われて納棺されたと言われています、はい、だから遺骨はですね
その愛人であり養子だった折口晴美の出身地石川県なんですけど、そこに信夫晴代親子の墓というのを作って、そこに葬られているということになってるんですよね。忍じゃなくて忍ぶ。ちょややこしい読み方がね、はい、ちょっとめそうそうそう、つい信夫と呼んで、自分の本当は愛人、はい、弟子であり愛人であり、あの養子になった人と一緒に親子として葬られている、うんうんうん、今であれば事実婚とかね、いろいろ認められたんでしょうけどね、うんうん、同性婚も昔はなかったんでってことですね。だからもう養子にしてたんですね。はい、そうなんです、うん、だから甘いかで、折口さんはあのとっても天才派だったと。で、直感で物事を見るとか言われてますね、うんうん、で、彼の国学、国学っていうのは分かりにくいですよね。あの歴史学でもないし国文学でもないし、日本の生い立ちを研究するっていうかな。彼はあの国学院大学で学びで教授になって、慶応でも教授になったんですけど、うん、あの国学院のモットーはあの古事記とか日本書紀とかを勉強すると、あるいはあの神官を育てるとかいう学校なんですね。うーん、まあ、そこで、独自の研究をしていったわけですけど、うん、当時はとてもあの国粋主義的な思想が多いですよね、はい、国家神道が蔓延している世の中だったんですけど、その国学の大家である折口忍は全く独自の発想を持ってたんですよ。これはすごいなと思うんですけど、学徒出陣の際もね、うん、大体がもうあの死んでこいで起こるんですよね、はい、で彼は、皆さんが戦に行って亡くなれば学問が廃れると、一人でも帰ってくれば学問が復活できるという言葉を送ってるんですね。で、2度目の沖縄旅行、つまりインパクトを得た旅行から帰ってきたのが9月1日なんです、うん、で港に着くと関東大震災があったということで、東京に向かうと、はい、すごいデマが乱れ飛ぶわけですね。で、柳田国男自体もいわゆる自警団に囲まれてね、はい、お前朝鮮人じゃないかということで、やがて、なぜ急に、はい、やがて、大変な目に遭うところだったらしいんです。関東大震災が起こった直後に東京に戻ったということですか。9月1日に門司港に着いて、それから横浜行って、あと歩いて自宅まで帰ってるわけですね。はあ、関東大震災の大混乱の中は自宅にたどり着いてるわけです、ね、あ、その時に朝鮮人虐殺を目の当たりに見ているわけなんです、ね、へえ。その時に読んだ歌がですね、あの御身らは誰を殺したと思う、陛下の皆において恐ろしい呪文だ、天皇陛下万歳と、あの万歳じゃなくて万歳って言葉を使ってましたね、うん、この天皇陛下主義みたいなやつがね、人を殺したんだって彼は歌ってるわけですよね。あ、で彼はまた驚くような発言もしてるわけですよ。はい、あの国学の大会でありながら、天皇というのは万世一系ではないんだと、うん、調べていけばね、兄弟に行ったりいとこに行ったりあちこち言ってると、だから万世紀っていうのは間違ってるとか、うんうん、荒人神っていうのはあの古事記の学問では天皇だけではないと、うん、他にもいたんだとか、あるいは万葉集で、あの大君は神にしおわせばっていうのがよく出るんですよ。これはあの国家神道では天皇を意味するというわけですけど、うん、折口は違うというわけですね。これは別の人たちにも使っているんだと。だから、うん、当時 の, あの天皇絶対主義の考え方に対して彼は純粋の国学の立場から批判してるんですよ。うーん、逆に軍部の情報局に行って見解が間違ってると、うん、直しなさいとまで言ってるんですね、はいはい、これは普通の人が言ったらおそらく逮捕されてる。そうですね、でももう国学の大家だから、国学の大家で、しかも国学院というめちゃくちゃあの国家神道の本部にいるところなんで、はい、あの誰も言えなかったらしいんです、うん、で彼はね、 あのあっちこっちに荒人神がいたと言ってるわけですね。うん、それはおそらく八重山で見た嵐人神、沖縄で祀っている方人たちも嵐人神だと彼は理解していたわけなんですね。で戦争の後でね、あの沖縄を思うというのを新聞紙上に発表してるんですけど、もともと我々本土日本人というのを改革をつけていましたね。本土日本人は血を分けた島の兄弟の目の上を思わなければいけないと、誰よりもこう歴史とか民族学の学徒がそれをしなきゃいけないということを書いてあるんですね。彼はつまり古代の日本と同じのが沖縄にあると思ったわけですね。
それはもう天皇制を超えたもっと古い時代の感覚が沖縄に生きてるんだと、うんうんうん、だからそこで彼が荒人神がたくさんいると言ったのはもう天皇を超えた古いところでね沖縄とは結びついてるんだという発想があるわけですね、うんうんうん、だから天皇が全てで沖縄もそれに従うという考え方に対して彼はノーというわけだったノーと言ったと思うんですよ、うん、だから自分たちは東京にいる自分たちは本土日本人だと、うん、いうことは琉球日本人もいるという発想があるわけなんですよね、うんうんうん、だからそう考えるとこの折口信夫の考え方は今考えると随分深い考えがあるんだなというふうに思ったわけですねへだからでもこの辺のところはねあまり触れられていないんですよまたある人はある学者は谷口源一などもかあの彼の、まあ、問題になるんでしょうかな言ってるのは折口信夫は沖縄が本土に同一化するっていうのが普通ですよね折、うん、口信夫の心情には沖縄に同化したいという心があったんじゃないかということをすら言ってるわけですね、うんうん折口信夫が求めたのは日本人のとても古い古い古僧の中の魂の感覚なんですねうんそれを考えると素晴らしい兄弟がいたんだとそれをそれに思いを馳せなきゃいかん、うん、すごく昔に血を分けていったけれど元は一緒だったっていうそ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 う、うん、もう遥か彼方に血を分けたんだけど、うん、一緒だとその感覚があると、うん、それを天皇、まあ、なんていうの今の時代の感覚で一生だというのとは違うと言うわけですね、うんうん、この辺は面白い考え方だなというふうに思うわけです、うん、でも沖縄には本当に古いものが日本の古いものがあるっていう気はしますまだこのカスが残ってるかもしれませんね残りカスが、うん、それを大切にしなきゃいかんだろうということでうん、その感覚は彼は芸能論もたくさん書いてますから芸能はそういうまね人の神様を迎え入れる時の感覚の共通のルーツっていうかなだというふうに言ってますんで、うん、さて、うん、でその尺調級折口信夫は沖縄でもたくさんの歌を歌っているんですねで調べたら沖縄に一箇所この尺調区にある折口信夫の鍵があります、うん、それは波の上宮の参道の階段の途中にあるんですよ、1983年9月の3日つまり柳田国夫の命日の日に国学院大学の卒業生たちによって折口信夫 の, 帯学校の OB たちによって、建立されてるんですよ、うんうんこういうのが歌われますね那覇の絵に腹めきすぐる夕立ちは寂しき船を招くぬらしぬというのがあるらしいんです那覇の港で何だろう夕立ちが寂しい船に船を招いてぬらしてるよみたいな感じなんでしょうねうん、はらめきすぐるってどういうことですかね。なんだろうね。なんかそんな感じです。キラキラしてるみたいな意味ですかね。そうなのかもしれないね。こういう歌も歌ってますね。我が知れる那覇の乙女の行くたりも生き方知らず。つまり私が出会った那覇の女性たちもどこに行ったのか分からないとか。うん沖縄の知るの都の知る人を上に死なせつ寂しき時にと、まあ、知り合いの知りの人を、まあ、上の中で亡くしてしまったんだというようなことも思ってるわけですねあるいは戦後の中で島の兄弟が今どんな新しいを体験しているのか身に染みて思うのであると、まあ、沖縄が占領下にあった時にこういう歌を歌ってますねということで民族学の山口柳田らしいんですけど柳田国夫と並ぶ折口信夫という相当な巨人がいたらしいんですね、うん、いたわけですでその人は沖縄旅行の中で日本の
はるかに古い古い古僧の感覚を持っていると、その感覚をつかみ取って彼のまれびと論というのは生まれたと、うん、沖縄の経験をもとになって自信を持ってそのまれびと論を展開して、それから彼の芸能論も展開されていったらしいんですね、うん、いやこう考えるとすごいスケールで物事を考えたんだろうなと思うわけですね、うん、柳田國男の文章というのはとても分かりにくいんですよ。分かりにくい、うん、柳田もそうです、折口もそうですけど、学問の基礎を作った人なんで自分の直感で物事を割り切ったりする、うんうんうん、特に折口氏の方はそういう傾向が非常に強くて、うんうんうん、詩人というか歌人なんでね、うんうん、その感覚をとっても大切にするわけですね、うん、ある柳田國男、折口信夫の弟子たちが言ってるんですけど、人間は物事を考えるときに A と B との違いは何かで考えるのが普通だと、うん、人間と魚は何が違うとか、うん、熊とは何が違うかと考えると、うん、それ科学的な思考に行くと、うん、折口は人間と熊とは同じじゃないかというのを発想するらしいんですよね。あそこと、そこで例えとして出てきたり、宗教が出てきたり、熊の神様と人間の神様とか自然とかいうのが生まれてきて、それは彼にとってはごくごく古代人にとって当たり前の発想だという言い方をしているらしいですね。なるほど、うん、今の科学ではそういう発想は取らないわけですね、うん、だからそれに慣れている我々はちょっと分かりづらいってことですよね、はい、そうそう、で古代人の発想はそういう的な発想ではなかったんだろうと彼は言っているらしいんです。うん、うんうんうん、そうかもしれない難しい予想だと言われてもね、うん、じゃあね、三重とか和歌山であちらの南の方にあるはずだっていう直感をしてから沖縄に来て、はい、でやっぱりそれをそれが確信して、はいはい、沖縄の八重山の祭りを見てそうだというふうに思ったわけですね、うん、で、三重県の岬の中で見た遥か彼方の海の向こうに日本の古代の人の魂のふるさとがあるっていうのが沖縄に息づいていたんだと、それは二代からでもあったんだろうということなんですね、うん、折口信夫さんはとっても個性的で、彼の弟子たちは教え子たちは異様なんですね、うん、折口信夫を神様のように慕ってるわけですね。でいつも周りにはもう女性嫌いですから男だけのグループが出てきてね、はい、で極端な潔癖症なんですね、はい、なんていうか、そういう学者さんいらっしゃいますよね、はい、うん、ドアとかノブとかもう全部ハンカチで触るとか、うんうん、いつもアルコール面を持っていてそれでやるとかですね、うんうんうん、で考えられるのはこの折口信夫がお風呂に入ったりするときに弟子の先生が一緒に入るんですよね。え、なんで趣味趣味なんでしょうかねものすごく近いところで世話を焼くわけですね。へ、これはとっても不思議な、これはただの弟子ではないですね。はい、ただの弟子ではないと思います、はい、面白い世界です、はい、だからものすごく濃密な関係の弟子たちがたくさんいるみたいです、はい、ということですね、はい、今日は折口信夫さんと沖縄の関係、はい、そうでした、でした、はいはい、では時間になってしまいました。そうですね、また、はいはい、来週はですね、俳人の篠原豊作という方が亡くなったというのと、沖縄手帳発行人の時間丸政印刷の提供でお送りしました、はい、はい、あれネットには入ってます。何今喋って大丈夫ですか、うん、来週は徳川家光と少年王が江戸城で会ったというのがあるわけですよね。9月の12日少年王江戸城で将軍秀忠と対面したというのが1610年、うん、それと篠原豊作という俳人は鹿児島の人ですけど、東大を出てね、宮古中学に先生になって、うん、向き俳句を作っていくわけですね。向きって季節がない、季節がない俳句の指導者の一人として、はい、生まれて沖縄に来たから向き俳句をやるようになったんじゃないかと思います。